3月10日勅使として派遣された柳原咲光、副使黒田清隆は県知事である島津忠義と父の久光に対して数々の通告を行った。皮肉にも元藩主と元家臣黒田清隆の立場が逆転したのである。凌介も偉くなったものじゃ。茶坊主が偉そうに父上、昔と違いもんど。Ha ha 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 ha!